どうもこんにちは。今回はですね、去年購入した、LMR というブランドの寝袋、もうだいたい15回ぐらいは使った寝袋なんですけれども、これがね、今どんな感じかっていうのをレビューしていきたいなと思います。っていうのも、購入した際にですね、いろんな意見をね、いただきました。まず一つは、この寝袋で本当に大丈夫なのか。この寝袋は1万円以下で、マイナス15度まで対応できるという触れ込みなんですけれども、1万円以下っていう安い値段なので、本当にこれで大丈夫なのっていうご意見もいただきましたし、これは、ダウンでできてる寝袋なんですけれども、安いから使ってるうちにどんどんダウンが抜けてきちゃうんじゃないのみたいな意見もいただきました。あとは洗濯の問題ですかね。洗濯っていう問題もあるんですけれども、洗濯はね、まだ1回もやってません。基本的に秋から、そうですね、春先ぐらいにかけて使うものなので、汗をかくってことがほぼありません。なので、今のところ匂いもなく使えてます。とりあえずね、これを開けてみましょうか。さあ、どんな感じになってるでしょうか。ちなみにね、昨日もこれで寝てみました。開けたての時はね、まだそんなにふかふかではないんですけれども、これをね、そうですね、2時間か3時間ぐらいこのままで置いておくと、だいぶね、空気を含んでふかふかの状態になってくれます。家で使う時なんですけれども、ちゃんとね、こうジッパーを閉めて使ってもいいんですが、だいたいね、家で使う時はこういう風に広げて掛け布団みたいな感じで使うようにしてます。多分以前のレビューではしてなかったと思うんですけども、こう締めますよね。締めるときにここに紐がついてて、この紐をギュッとしてあげると帽子もね、かぶりやすくなるようにはなってます。使ったことないですけどね、こんな機能は。で、この寝袋なんですが、まず第一に言いたいのが、めちゃめちゃあったかいです。もちろんね、モンベルとかそういうすごいブランドのやつは使ったことないんですが、真冬にこれ1個で車中泊して全然問題なく寝れるレベルです。で、僕はね、車中泊するときに電気毛布とか用意したりしないんで、もう本当に車のシートがあって、その上にこれという感じなんですけども、全然ね、寒いから目が覚めるとかってこともなく、で、あとこれね、あったかいんですが、なるべく暖かくして寝たいってみんな思うと思うんですが、すごい厚着をしてこの中に入ってしまうと、結局ね、これって体の熱を中に閉じ込めて逃がさないってものなので、体の熱がそもそもですね、この中で充満しないんですよね。なので、すごい寒い時でもある程度薄着の状態、パーカーぐらいは着てても大丈夫と思うんですが、その上にね、こうダウンとか着てこの中に入っちゃうと、あんまりね、意味がないっていうのがよく分かりました。大体ね、冬に車中泊をするときは、まずこのジーパンなり、スウェットなりを着てて、その上に、長袖の T シャツとパーカーを羽織ってこの中に入るっていう感じで寝てたんですが、それでもね、全然寒くないです。これはね、本当にいい買い物だなと思いました。で、あとね、気になる羽毛が出てきてるかどうかなんですが、これね、分かりますかね、どこからも羽毛出てきてないんですよ。縫い目とかもあるんですが、縫い目からもね、全然全く出てきてないんですよね。出てきてないでしょ。これすごくないですか。ちょっとね、ここ糸がほつれちゃってますけども、糸がほつれてるからといって中から羽毛が出てくるってことはないですね。外側はそんな感じで、内側も、ここちょっと出てきたかな。ここに分かりますかね。見えないかな。ここにちょっとだけ1本出るか出ないかぐらいのものがあります。それぐらい。なんかね、安い寝袋なんで、言ったら1回使ったらもうこのいろんなところからダウンが出てきてしょうがないみたいな状態になるのかなと思ったんですけども、全然そんなことないんですよね。もう使ってますからね、だいぶ。これ匂いも
なんて言うんでしょうね、ダウン独特の匂いはするんですけど、まあそれだけですね。これがね、春だったり夏だったりのシェラフとかだとやっぱり洗う必要が出てくるんだと思うんですけど、冬用ですからね、汗かかないから洗う必要も今のところなさそうなんですよね。ちょっとね、薄汚れてきてはいるんですが、まあ薄汚れたからといってあったかさがなくなるわけでもなし、外側なんで気にすることもなし。これダウンなので、あのね、あんまり洗いすぎると羽毛の劣化をね、早めてしまうらしいので、まあ必要に応じて洗うようにはしようと思ってるんですけどね、必要なければ洗わないっていう、今のところ必要ないです、洗うのは。このね、タグがね、英語と中国語なんですよ。わからないので翻訳ソフト使ってみようかな。一応洗う時の注意事項として、ここにね、40度って書いてあるんで、水の温度は40度までということなんじゃないでしょうか。あとですね、石鹸または、軽度の粉末洗剤、リンスする、まあ、この辺どういうことかわかんないですけども、中性洗剤とかで洗いってことかな。で、漂白剤を使わないでください、アイロンがけはしないでください、ドライクリーニングはしないでくださいと。 Amazon のレビュー見てもあったんですけれども、まあ、丸洗いができるってことだったんで、まあ、必要な時が来ればですね、丸洗いをするかなっていう感じです。まあ、とりあえずね、お見せしたかったのは羽毛が全然出てきてないってこと。もう15回以上は使ってるのにほぼ出てきてないです。ああ、この辺がちょっと出てきてるかな。ここ分かりますかね。5ミリぐらい出てますね。そんなもんかな。まあこれって値段が値段なので、あの買う時にですね、ある程度の覚悟はしました。あの実際はあったかくないんじゃないかとか、あとやっぱりそのダウンがいっぱい出てくるんじゃないかとか、ボロボロ抜けるんじゃないかとかですね、そういうことも一応覚悟の上で買ったんですが、これはね、相当いい買い物だったなと思います。今もうね、空気をだいぶ含んでるんで、かなりふかふかな状態ではありますね。以前動画をアップした LMR の寝袋のレビューなんですが、15回使用した後のこの寝袋っていうのをまだ見せてなかったので、その LMR の寝袋の動画を見た方っていうのは、じゃあその後どうなったのかっていうのが結構気になってたんじゃないかなと思います。まあね、今回こうやって動画を出しましたけども、まあご覧の通り全く問題なしという感じです。なので使っていくうちにですね、もうどんどんダメになっていくんじゃないかっていう懸念を抱いてた方にとっては、まあちょっと役に立つレビューになるんじゃないかなとは思うんですけどね、どうでしょうかね。こんな感じで綺麗なもんです。見てわかるようなダウンの抜けはないですよね。ということで、この寝袋をですね、しまっていこうと思います。以前の動画ではこれを折りたたんだりしてやってたんですけれども、これもね、ご指摘いただいたんですが、こうダウンをね、折ってしまうとなんかこう、この中でダウンがこう分かれてしまったりとかして良くないらしいので、このしまい方としてはですね、もう端っこからどんどん入れていくっていう感じが一番いいみたいです。そうするとこの使うたんびにいろんな方向に移動してくれるので、その分劣化も少なく済むということらしいです。じゃあ、まあどんどん入れていきますよ。この中入らなさそうなんですけどね、でも入るんですよ。こんな感じで一応入ったので、今度は蓋をしていきます。はい、このサイズに収まりました。まだね、ちょっと空気を含んでるところはあるんですが、まあ少々はね、いいでしょう。テントとかもそうなんですが、こういう風にね、ケースがあってもなかなかこのケースに戻しづらいっていうことがあったりすると思うんですが、
これはね、もうダウンなんで端っこから詰めていけばいいだけなので何回やってもこの形に収めることができます。前回の LMR の寝袋動画も含めて参考になれば嬉しいです。それではまた次回。